クベンはるみです。1週間ほど旅行に行っていて帰ってきました。どこに行っていたかというと、リオデジャネイロから飛行機で1時間でサンパウロで、サンパウロからもうちょっと北にまた1時間ちょっと登ったところにあるゴイアス州にあるゴイアニアっていうところと、そこからまたバスに乗って3時間くらいのカウダシュノーバシュっていうとこに行ってました。カウダシュノーバシュっていうのは温泉地で有名で、まあ温泉って言ってもちょっと日本人がイメージするのとちょっと違うんですけど、自然に湧き出すあったかいお湯もあるし、あと市内にはプールですね。でもそのプールのお水が結構あったかいんです。まあそういう観光地なんですけど、でまあ旅行の話はまたちょっと置いときます。というのもちょっといろいろあったんです、この旅行。当初はそこにね行く予定なんか全然なかったんです。本来の目的地は実は、ボリビアのウユニ塩湖だったんです。もうここ私もうずっともう何年も前から、もうブラジルに来る前からで、日本ではまあ最近もう本当に有名で人気が出てるけど、その日本で話題になるもうずっと前から私個人的に目をつけてたというか、もうずっと行きたいなって思ってた場所で、でもそれでブラジルに来てブルーノと出会ってってなって、なかなか行く機会がなかったんだけど、まあ、今回私今出産控えてるんですけど、その前に1人目の時も2人目の時も出産の前に旅行に行くっていうのがまあちょっと恒例というか。でまあ最後の機会だしっていうことで家族旅行を計画してたんです。ところがまず最初にね予定がね崩れたのが8月の末くらいに、ブルーノがそれまでちょっと働いてたところを出て、新しい空きがちょうど見つかって、面接とかトレーナメントいろいろそういう過程を経て、あもしこれ最終段階で残るとどうやら仕事が始まるのがちょうどね旅行を計画してた1週間前になる。さすがに仕事始めで1週間仕事していきなり1週間の休みなんてもらえないから、ブルーノとしては新しい仕事を選ぶか旅行を選ぶかっていう選択肢に迫られたんです。で、まあ、もちろん仕事を選んだんです、まあ、ただ旅行の方ももうキャンセルできない段階だったので、航空券にしてもホテルにしても、それでどうしようって、まあ、家族全員もう諦めるか、もしくはじゃあ私1人で子供2人連れて行くか、最後まで悩みました。私今妊婦だし、まあ、近場とはいえども結構乗り継ぎもあるし、あとねボリビアって標高が高いところだからそういう心配もあったし、うん、どうしようって最後まで悩んだんだけど、まあ、特に他に細かい予定も立ててなかったし、まあなんとか頑張れるかなと思って、まあ、決断したわけです。で当日行ったんです。まず、リオデジャネイロからサンパウロまで、ここはね航空券別に買ってたんです。でサンパウロまで行きました。で次またチェックインする時に今度は、ね、サンパウロから、ボリビアまで。でそのチェックインの手続きの際に起こったんです、事件が。出国できませんと。まずそもそもブラジル人が、ブラジルの国籍を持つ人ねが、南米の旅行する時ってパスポートいらないんですよ。身分証明書さえあればいいんです。ブラジルが発行している、それはもともと知っていた。3歳の娘の方はブラジル発行のパスポートを持っていたんです。で1歳の息子の方が今年の1月に日本に行った時のパスポートあったんですけど、0歳の子がパスポートを取るとまず有効期限が1年しかないんですよ。それがちょうどもう7月で切れていて、早めに取っていたので去年なので、息子の方はパスポートがなかった。でも身分証明書さえあればいいっていうのは分かってたので、身分証明書を取りに行っていたんです。持ってたんです。そっちは無料で作れる。パスポートは結構高いんですよ、値段が。1年有効でも2年有効でも10年有効でも全部一律の値段で、ブラジルのパスポートって今取ってもどうせまた1年かな1年2年くらいしか有効期限ないので、もったいないので取らなかったんです。でも私は心配は心配だと、本当にパスポートなしで海外旅行できるので、ブルーノにも本当に大丈夫っていう確認はしてたんだけど、一応航空会社の方にもブラジル国籍があったら身分証明書だけで南米旅行できるんですよねっていう確認はしてたんです。ただ息子はまだ1歳、12歳以下の子供にはいろんなね決まりがあるんです、ブラジルって。それは誘拐とかそういうのを、事件を防ぐためなんですけど、まずね、その場にブルーのお父さんがいれば何の問題もなかったんです。母親と父親がいて、子供がいて、で子供の ID がある、それだったら出国 OK だったんです。ただブルーノが在籍していなかった。そこで必要になるのがお父さんの承認、アウトリザサオンっていう書類が必要だったんです。でそこで私ね、でも私2年前に娘がまだ1歳半くらいの時にブルーノなしで1人で、その時もちょうど2人目を妊娠中だったんですけど、日本に行ったことがあったんだけど、その時は全然そんなこと言われなかったんです。だから「なんで?」って聞いたら、いやその時は日本に行くからパスポートを持ってたんですね。もちろん日本に行くにはパスポートがないといけないから。でブラジルのパスポートを発行する際には同じようにね、両親の承認というか署名と、あといろいろ宣言することがあるんです。片親だけでもブラジルを出国しても OK とかダメとか、ね、両方いないといけないとか、そういうなんか署名する欄があって、私が娘を連れてった際にはそういうちゃんとブルーノがもう OK 出して、発行されているパスポートを持ってたから出国できた。でも今回の場合は娘はだからパスポートあったから OK なんです。でも息子の方はパスポートがない、 ID だけで、 ID 発行する際にはそういうアウトリザさん承認なんてしてないから、ID だけで海外に出ようと思ったら、いない方の親のその署名が必要、それがないと出国できないってなって、ちょっとややこしいんですけど、じゃあどうすればいいの？ポリシアフェデラル、警察、空港内に警察があるんです、国の。そこの管轄だから聞いてみて、まあおそらくダメって言われるけど、でも私どうしていいか分かんないから、とりあえずそこに行って、もうブルーノに電話しようにもなんかインターネットもうまくつながらないし、私の携帯普段あんまり使わないのでクレジットも入ってなくて、電話なかなかできなくって、ブルーノと。でしかもその警察がすごい遠くって、子供2人連れてそこまで行って聞きました。そしたらもう普通に何ていうの、マニュアル通りに、カフトーリュっていう交渉役場かな、そこに行ってその署名をもらって、でその署名書類、それをポリシアフェデラルの方に E メールで送ってどうのこうの。でも私の飛行機もあとね2時間後だったんですよ。いやそれでもそういう手続きしてたら2時間後のフライト間に合わないですよねって言ったら、みたいな。しかもその日ね土曜日だったんです。土曜日カボフリオのカフトーリオなんて空いてないと思うって言ったら、サンパウロのカフトーリオは空いてるよって言われて、いやでもカボフリオは多分空いてないですって言っても、それは僕の問題じゃないしみたいな感じで、もう堂々巡りで、もうしょうがないからとりあえずブルーノに電話して、こうだけどってで、結論結局何も解決せず、もう一回チェックインカウンター戻って、まず航空券の、日付を変えられるかとかも、そういろいろ交渉して、他にもじゃあブルーの今からサンパウロに来てもらって、息子だけ引き取って、じゃあ私は娘と一緒に旅行結構しようかどうしようか、いろんなことを考えて、でも結論としては何も解決しなかった。航空券の日付変えることもできなかったし、その署名その日のうちに発行させるってこともまず不可能に近かったし、払い戻しとかもその場では解決できなかったし、もうそれも航空券を取った、エージェントの方に確認しなきゃいけない。結局何も解決せず、じゃあどうしよう、じゃあこのまままたリオに戻って、その帰りの航空券だけ、それは国内だからなんとか日付は変えられるだろうと思って聞いてみたら、500レアルで4人分買ってた航空券、日付変更するのに600レアルかかるって言われて、しかもその日のもう12時間後くらいのフライトしかなくて、なんかそれも情けないし。で、結論として、じゃあ行き先変えて、とりあえず今日サンパウロに泊まって、もう私も疲れてたし、1週間、予定通り旅行、内容は変更になるけどガラッと1週間後予定通りの日程で、家に帰ろうっていうことに落ち着いて、でブラジル国内旅行になったんです。でその旅行の内容はまた他のビデオで、ちょっと、大した動画とかも全然撮れてないんですけど、もう私一人で子供2人見てたので、なかなかそんな余裕もなく、帰りもちょっとね一悶着あったというか、帰りは帰りで、最後サンパウロからリオに戻る時に、私妊娠中っていうことで、お医者さんからもらってた書類はあったんだけど、ちょっとしたトラブルがあり、また話せば長いんですけど、飛行機乗れませんって1回は言われて、その後いろいろあって、結果的には解決して、飛行機に乗ってちゃんと帰ってこれたんだけど、私こんなにね今まで何回も飛行機乗ってるし、妊娠中も飛行機何回も乗ってます。で子供連れでも乗ってるし、でもこんなにトラブルに遭ったことなくって、でもすごくいい勉強になったというか、こんなこともあるんだなって、すごいいろんなことが重なって、当初すごい心配だった本当に、自分一人で海外旅行に行くっていうのでも結果的に国内旅行になったけど、はっきり言ってね、もう最初に計画してたものよりも多分もうドタバタ、そういう精神的な面とかも含めると、結果的には結構ハードルの高い旅行をしてきたので、ポジティブに考えるとすごく自信はついた。将来もしかすると自分一人で3人子供連れて、もしかしたら日本に帰国しなきゃいけない事情とかもあるかもしれないし、そういうシミュレーション的なのもできたというか、おすすめはしないですが、まず第一にね、ちっちゃい子供連れ、第二に妊娠中で、第三に、旦那さんがいないっていうことで、もう、大変は大変だった。全然おすすめはしないですけど、何よりも無事に帰ってこれたので、どうか温かいいいねを押してください。動画を見てくださってる方の中にも、子供を連れて飛行機に乗ったことのある方、もしくはこれからそういう予定がある方、いろいろすごい気になると思います。心配事がたくさんあると思うし、共感し合える部分もあるんじゃないかなと思います。でも何しても、とにかく前もっての準備とか心構えとか、そういうのが本当に大事です。子連れの長距離移動っていうのは。というわけで、とりあえず無事に帰ってきました。私不在の間も編集済みの動画を上げてたので、何どっか行ってたのっていう感じかもしれないですがはい、行ってました。私も子供たちも元気です。そういうわけで、また次の動画も見てください。じゃあね、チャオチャオ。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。